今回ご紹介する昭和美人は女優の原秀子さん。1959年11月10日生まれ、出身東京都、身長156センチ、血液型大型、劇団式の研究生として女優デビュー。1979年には夕焼けのマイウェイで映画に初出演、主演を務めます。芸名はこの劇団四の研究生時代に決まったもので、 この夕焼けのマイウェイを制作した若い根っこの会会長の加藤秀夫から名前をもらって秀子。これに母親の旧姓の腹を合わせました。1980年の特捜最前線第160は復讐悪魔がくれたバリコン爆弾の良子役などこの時期、数多くのテレビドラマや映画のオーディションを受けていました。 1980年のポーラテレビ小説、元気ですの主役を宮崎よしこと争う形となりましたが、結果として敗れ、ヒロイン役である宮崎のライバル的な役柄で出演します。1981年に NHK の連続テレビ小説、本日も晴天なりの主演に抜擢されブレイク、同年に歌手デビューし、約束、青いラプソディなどの曲を発表します。 カティサークのヌードカレンダーにも出演して話題になりました。1983年、高校時代の同級生と結婚し、一条を設けますが、1987年に離婚。1994年に渡辺博之と再婚します。後に一男一条を設け、2001年にパートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。第3回ヤフー、ジャパン文学賞受賞作を映画化した短編映画、 雪の花にて、渡辺広之と初めて夫婦役で夫婦共演を果たしました。2022年公開の映画、ポプランにて、渡辺広之と夫婦役での2度目の夫婦共演を果たしましたが、同年5月、夫と死別します。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。